どうもベタです。パワープロをやっていきたいと思います。本日は栄冠9やっていきます。はい、そしてまあ地区大会1回戦挑んでいきましょう。相手 A なんですよ。前回のようにね、しっかりと勝ちに行きたい。お願いします。いやー、ちょっと1回戦から A はきついな。では行きましょうか。ほえー、誰で行く。まあ宮内くんかな。はい、ではやっていきます。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側、さあ相手は A なのかな。三塁側、根室。拍手に送られて、本当に A なのか。よろしくお願いします。 B か。まあ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 、前評判よりかは下ですね。さあやっていきましょう。おっと、いきなり1点取られてますね。ツーアウトランナー1塁という場面 で両方とも N だったんで、テント高田のことですね。残念ながら取れませんでしたが、はい、超スローボール、これすくい上げてホームラン打ってほしいな。打てないかな。うーん、厳しい厳しいな。ってか点取られてるし、し打ってくれ、お願いします。宮内くん、さあ来い。ジャブロアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。厳しいね、厳しいね。チャンスだ。さあここで点取ろう。ここで点取って、まだ試合を分からなくしましょう。当たりは悪くはないんだけどね、セカンドライナーでした。はい、チャンスの後のピンチです。ここは抑えよう。トコラ君、お願いします。頼むで。うん、ナイビッチいいよ。その調子でとりあえずこの回を抑えて取れる。ナイス、ナイライト、ナイビッチナイライト。おあるぞ。ここはまあ打つでしょう。打ってくれ望月くん、君はミートをいっぱいあげてきた。頼む。バントの方が良かったかな。くそ、マジか。振ってくれよ。あー、まずい。あー、ゲッツマジか。望月くんでバントするべきだったな。そう、さあ抑えて、とこたくん頼むわ。取れる、ナイスランド。いよいよ結局にいる。この調子で頼むわ。ここは守備を変えてくるようです。さあ一発いってくんないかな。宮内くん、ちょっとね、ここピッチャーライナーノーアウトか、厳しいな。おっと、おっ、あ、取って、あー無理か、残念です。ここで抑えよう。ここで抑えたらまだいける、まだいけるよ。打たれ込むな、打ち込まれるな。トコタくん、ちょうど、おわ、今のヒットじゃなくてエラーじゃない、マジか。厳しくなってきたな。おっと、まだ続く。ピッチャーがいないからな、正直。トコタくん以外ほとんど。ナイピッチン、いいよいいよ、抑えよう。とりあえずこの回終わらせて。うわー、まあ無理だよね、今のは無理だね。二塁ランナーホームイン、根室さらに点追
いやコールドされる、もしかして怖いな、やめてくれ。セカンドゲッツゲッツゲッツ、ナイス463、いいですね。さあノーアウト1塁、ここでちょっと何点か返そう、お願いします。そして代打どうすかな、ピッチャーの時に出したいな、しかもショートだからな。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか、一発打ってくんない、八木下あるあるだけか、取りました、これでワンアウト。代打だったな、トレンドラン5だからやりたいけどね。はい、砂川くん頑張ってください。確か三振罰か何かがなくなった。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい、はい、来てください。外のボール、おいいねいいねいいね、5点でもヒットはヒット、いよいよここから上位打線、頼むわ神保くん。さあ究極の神保くんお願いします。まあ、とりあえずヒット打ってくれたらいいから。ナイバッティン、いいよいいよいいよ、このワンチャンスで同点にしよう。神保いいバッティングを見せました。望月頼む、君ならいける。怖いな、超スローボールが全然打てない、うわークソー、マジかー、ちょっと一発打ってくんないかな。いや、ミート。はい、行きましょう。これは引っ掛けた、フラフラと上がった。なんか超スローボールが全然打ってないね。うわピッチャーのエラー、ピッチャーのエラーです。高校チーム今完璧予想見しちゃいました、音でえっと思った。いや、これ熱いな、これ熱いな、行け、ここで行け、ここでホームランと同点や、いけ、ナイバッティン、いよいよ、いいよ、これあるぞあるぞあるぞ、バッターは2年生沼、あるぞ、お祭り男頼むわ、とりあえず打ってくれ、追い込まれるまでは強振でいいかな、うん、うん、打って、お強振、そして今拾い直した、足が遅い、スイングは間に合いませんでした、アウトです。やられた9回表、ね、うん、ここは抑えて次につなげて、とりあえず守備上げておきます、ワンチャンゲッツ、持ち前の熱血が力を発揮する、おーっとマジか、うー苦しい、ピッチャーがな、どうしてもいい、よくないんだよな、石塚3塁です、トーネブロ1点入りました、今日2本のヒット。さあここで抑えて、もう点は取られたくない、出す宮下くん、行ってくれお願い。さあ究極の思考が解き放たれることになるか、頼むわ、初球から打ってった、いやー止まんないな、もうこうなると止まんないからな、厳しい、そろそろ止めて、低め、それで取りました、いいよナイスアド、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わります、ここで抑えよう、これマークいたね、初球出てた、取ってナイライト、いいよいいよ、9回の表が終わってバッターは2年生、さあ打とう、相手はもう絶不調だ、ダメダメだからここ攻めよう、打ちました、うーん残念だな、宮内一塁ベースを踏んでアウト、打順はトップに返って宮下くん、じゃあそうかここに出てるんだ、どうすか、出すよねやっぱり、ピンチヒッター行きましょう、くせ者、さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか、とりあえずルイン出てお願いします、
さあさあさあ来てください、お願いします。打ちました。お？行ったか？お？入るか？お？いいねいいねいいね。いいよいいよ。今日2三振の望月。さあ望月くん、君結構大事なところで回ってきてる。すごいヒットエンドライン痛いけど、これは引っ張るかな。来ました。ファースト前方のスライドになりました。望月くんがちょっとストッパーだな。宮内掴みました。ここは意地を見せてほしい。ランナー1人を置いて迎えるバッターは北見。いけ北見くん、お願い。厳しい。試合終了。残念ながら負けてしまった。くそ、評判下がらないで、評判下がらないで、このまま行ってください。こんな感じで上がっております。おいし、よかったよかった、まだよかった。まあ負けちゃったけどね。まあ目の前に特訓マスがあるってことだけが救いかな。はい、残念ながら負けてしまいました。これで春の大会は出れませんが、次は夏の大会に向けてチームを強化していきましょう。はい、では本日はこれで終わらせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。メタでした。さようなら。